腕をついて、登るというテクニックもありますが、腕をつくことによってここの胸の開きが閉じてしまう角度まで下げてしまうのは、骨盤が寝てしまう原因になるので、その角度によって腕のつく位置というのは変わります。例えばこのぐらいのシャドウであれば太ももの前あたりが理想です。ただシャドウがきつくなってくるとつく位置が膝になったり太ももになったりっていう変化はありますが、どの場面に行ってもこの角度と胸の開きっていうのは変わらずに登り続けるというところがポイントです。そうすると骨盤が使い続けられます。で、骨盤というのを使うとき、上り押し上げるのにはこの脇をこう締めるような、脇がこう締まってくるようなイメージで骨盤をこう持ち上げます。その骨盤がこう持ち上がった分だけでも上りというのは登れます。足で持ち上げるこの運動に対してさらに骨盤が押し上げるこの仕事量も入れてあげることで、足だけではなくて骨盤の角度も使ってあげる。足だけではなくて骨盤の押し上げる力も使ってあげるということが大事です。